さあおとり作戦どうなる。死ぬなよ一旦もめ。うん、回避で40、あ、45防御。聞いたろ。うん、硬い。さすが硬いぜ。うん、48%、回避32。うん、かわしてくれ、お願いします。キラ、危なかー。よし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 、さすが木綿さん。あ、そっち来る、そっち来るか。桁繰り 25% いけるでしょ、鬼太郎だったら。アニメありで。一応とか、やな、当たるか。どんぐらい、29。ああ、大したことないわ。29か、かわいいもんだ。容器も上がるし、いっか。あ、塗り兄のとこ来たぞ。防御。それ。塗り兄も硬いから大丈夫。その程度か。36。おしよしよしよし。逆に美味しいかもしれない。容器が上がるから。よし来た。よし来た。回避。かわせよ。下手くそでごわすな。よし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 。でもあんま釣れなかったな。一旦もめんで。お、新人。新人のとこ来たぞ。新人 53%。かわせるか新人。ちょっとかわしてみようか。やってみよう新人。かわせ。よし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 、さすが。よく頑張った。ウフネシ心の声。おお、こっち来るか。防御。またまた。うん、何これ壁作った、そこは3人で。これ明らかに壁作ってるな。壁を作られてしまったな。骨女は来ない。よし、その方がいいわ。うん、教祖様に集中できるからそれでいいわ。いやー、新人よくかわした。そうしたら、まずはじゃあこの骨骨ロックを倒そうか。これがもう時期いくもんな、366だから。このキッキーがこっち来て続きでやれちゃうもんな。もうやれるよな、やっちゃって。命中 100%。 鉄の仮面のロッペ。オッケーオッケー、ナイス、サンキュー。よし、そしたらこれだよな、あいつを。まあいいか、信者そんなに強くないから容器を開けてもらえるし、骸骨を狙っていこうか。1,2,3,4,5 だからここか。チクっちゃって鬼太郎先生。な、なに?265。 OKOKOK。 強くなったね、この短期間の間に。で、カサバケイは、
これを倒しちゃおうか。580。渦巻き。おお、当たるか。 100% お願いします。210。 OKOKOK、 いい仕事した。そしてレベルアップ、おめでとう。370。これ分業でいけんじゃないか。2人で分業する？それとも美味しいとこもらっちゃう？うん、あ、これ使えないのかまだ。じゃあ爪、お願いします。292。いい削り、いい仕事した。よし、78。これを誰かやっていただこう。理想はかさばけだけど届かんよな。新人も今囲まれてまずいよな。こんな、なぜ初めにこんな端っこに来た。木綿さんだな。閉めちゃって、一次会閉めちゃって。よし、サンキュー。そしてレベルアップ。あとはこいつらがな、一旦木綿のとこに来てくれたりんだけどな、行かないもんな。新人ちゃん割、ちょっとお前水の中入ってってくれ。水の中入ってくれ。ほんでやることないもんな、待機だ。水を汲んでくれそこで。例えばね、ね、元日本代表監督のオシムさんがね、の言葉で、サッカーにはこう与えられた仕事をこなせる水を運ぶ選手が必要だっていう語録がありましたけど、まさにこのカオソちゃんはそれだよな。カオソちゃん、水を運ぶ選手だよな。そうなってもらいたいもんですよ、うん。まあね、文字通りすでに水を運ぶ選手になってくれていますから。あ、いっぱい持ってるもんね、これ。手に桶持ってるしね。新人水って言うと来てくれるからね。困ったな、囲まれちゃったな。なんかこっちに、ここに来るとあいつら囲んでくるもんな。じゃあ分散するか。まんまと敵の策略にはまってしまったわ。うん、こっち、まあ、こんなもんで大丈夫でしょ。あんまり強くないしね、あの信者。終了。 OK。 うん、カバウソクには水を運ぶ選手になってもらいたい。お、鬼太郎の背後を取った。回避。悪いけど当たらないね。お、さすが主人公。やるな。うん、まあ36だもんな。お、来た来た来た、やっと来た。やったな、仕事ができたぞ。かわしてくれ。いていて。当たんなよ、当たんなよ、100も食らうなよ。うん、 25%。 これだったら大丈夫でしょ。それ、よし。しかし鬼太郎が囲まれてしまった。でもいいんです、これで。ここで道が開いた。
ようやく封鎖されていたあそこの壁が崩れた。30%、うん大丈夫、30なら大丈夫、大丈夫じゃないおばばにとって30はきついか。さあどうする、さあどうする、お並ぶか実様の横に、うん噛みつき奇跡か、やってみるか反撃でやるっていうのも手だよな。これここまでやる必要ないんだろうけど、うん、でもそう、皆さんから、皆様からのコメントで、あの反撃の時に揚力、霊力重点を使えば相手は防御してこないから使えますよっていう、ね、アドバイスをいただいたんで、よしナイス、そしてレベルアップ。動かないな競争。微動だにしない、動かないな。そして囲まれている鬼太郎すごいな、うわ鬼太郎さんだ鬼太郎さんだみたいになってるもんね。でも鬼太郎そこにあれだよな、ここに横にカワウソがいることで水の方から脱出できるよな、こうやってな、そうそうそう、一応ここ脱出口を作ったからね。そしたら骸骨は残りこいつだけだから、これに集中して移動。モメンさんはちょっと釣ってくれよここに来てこうやって待機、ちょっと待って、あ無理だな、待機で背中を守ったりで待機、カラカサカサバケは、ここ待機んで、これをやっつけちゃおう。残り107、誰で行く、先生で、先生いただいちゃうか、先生捕まんないようにこの辺からやっちゃうか、そうすると容器がガーンと上がるもんね。よしナイス来たろ、そしてレベルアップ。で、新人ちゃんはそうだな、ここだな。で、おとり737、うん、全然大丈夫、よじ登れ、よしついに来た610、けたぐり、うん大丈夫でしょう、おじいさんそのぐらい耐えられるよな、ちょっと待ってね、耐えられるだろうけれども威力を確認しようあ、250、大したことないわ。よし、やったれおじいさん、どうじゃ、行け、ピカーン、入り、これぐらいで726、サンキュー、異教徒に制裁を、
聞いとらんだい。59、強い、硬い。このおじいさん硬い。よし、硬い硬い。こなきじじいはいかがですか。敵行動開始。どうする、おじいさんに来る。でも59だもんな。59だったら普通に攻撃しちゃうわ。ダイダロボッチ様を信じなさい。相手は人間だもんね。60。よくもやってくれたの。妖怪の怖さを見せてやれ。よし、偉い。ん？来たな。回避。それ。でもこのゲームはあれですね。なんかマップもこう高低差があったりとかして。悪いけど当たらないね。面白いな。3D っていうか。こういう、こういう、これ系のゲームで僕あの平坦なものしかやったことなかったんでね。新鮮ですね。うん、まあ大丈夫でしょう、相手は人間だし。よしよしよし、ナイス、よく耐えた。来た来た来た、モメンさん来たよ。回避 29%、 いけるでしょ。甘か。よしよしよし、調子が出てきたな。おー来た、動き出した。おじいさん狙い、おじいさん狙いで来るか。おじいさん大丈夫か。防御しとこうか。花キッキー、やりおるな。あ、100 100ですか。大したことなかったな。100ですか。人間とさほど変わんないな。よし、じゃあここで教祖様を倒しちゃおう。なんで、325でしょ。猫娘がいればいけちゃうはずだよな、これで。ないかな、でもいけちゃうよな。だから猫娘にあれを使おうってやってくれ。なんちゃらなんちゃらを金運熊手を使ってやってな。だからいろいろ作戦考えよう。まずはかさばけちゃんで削りましょう。できません。できなかった。じゃあできないんじゃない、しょうがないな。金運熊で先輩どうぞ。そしておばあ様はすなわち360。あ、おばあさまでよかったな。おばあさまに金運くまでだったな。今のなしにできない。今のなしにできないか。じゃあしょうがないな、しょうがないな。
ちょっとあんまり木綿さんで近づくのもあれだけど、削ってくださる？削るだけでいいからね、削るだけでいいからな。お願いしますよ。よし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 、いい仕事した、いい仕事した。残り115、ありがとな。爪で十分でしょ。あ、さすがだな猫娘。お願いします。そこ、オッケー。どんぐらい？お、2400円。いい仕事した。さすが信頼できる猫娘。僕はこれ以上何もする気はない。逃げたければ逃げろよ。撤退。撤退。おーおーおー、気持ちいい。消えた。はい、消えた。よし、じゃあ今度はこの目ん玉対策。目ん玉がこれは使ってこないから、1から2この330だけ気をつけてれば良いということで、オッケーオッケー。みんな上がれ、みんな上がれとか言って、たまにこうね出ちゃうよな。何とは言わないけど、たまに出ちゃうよな。パッと出ちゃうよな、前にプレイしてたゲームの口癖が。何とは言わないけど、長かったからね、あっちもね。小滝じいさん518。そうだなあ、でもあ、そうか、石化落下もあるのか。うん、まあちょっとここで背中を取りたいから、1から2でしょ。うん、ちょっと下がろうか、この木、ここね、この辺に下がろう。これはいいや、とりあえずここにいて、なんでなんかやたらなんか両手がもう塞がっちゃっているこのカワウソくん、水を運んでくれるカワウソくん、右手に置け、左手に提灯をここに置いとこうか。よし、カワウソくん狙い 44%。 かわせるか、いや無理だと思う。無理だと思います、ここは無理だと思います。防御しよう。129。 OKOKOK。 骨女来い、来ない、怪しいな、釣ってるな、これ釣ってるでしょ、明らかに変だもん。変だもんな、ちょっとあれだよな、こいつ早いところやっちゃおうと思ったけど、体力3900。とりあえず背中を取ることができたな。よし、じゃあ遠くからやろうぜ、作りたい。
32。ダメだ、もうボスとかになってくると辛いな、塗り壁兄さんには。で、催眠攻撃削って遅れ防御、容器上がっちゃうけど、まあ大丈夫でしょ、大丈夫だ。俺の目を見ろ。125、オッケー。そしてレベルアップ。おばあさん。OBB にはこれを1080。あれちょっと待って。反撃不可。おお。なんか。ちょっと待って。落ち着こうぜみんな。ラリってる。ラリパラリパポラリラリラリ。どうした？催眠攻撃か。ラリってるだ。催眠、あ本当は催眠ってなってる。そうなんだ。なるほどね。じゃあ何今後ろ取んなくても、いやボコボコタイム入った、お、ボコボコタイム入りました。じゃあやろうぜみんな、塗り壁を頑張れるってことか。 100%、 あ 64% か。それでもそっか、ボコボコタイム突入か。わかりました、やったなみんな。そうか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 、笑っちゃうな。まあ、とりあえず予定通りおばばで、砂嵐を1080、これを食らわせたいと思います。お願いします。OBB。 1500。おー強い。残り2000、いけちゃうんじゃないかこのターンで。ってことはおじいさんも何の気兼ねなしに攻撃ができるってことだな。あの容器使わないやつがいいな。削って削って猫娘でとどめ。そうしようか。あれ治っちゃったあれ治っとる。あ、これは期間限定、期間限定メニューか催眠は。そうか、ボコボコタイム突入しなかったか。なんだよわかった、覚えたぞ。そういうことか、いろいろあるんですね条件が。わかりました。重投げ、うん、お願いします。うおー94 94だってさ、お前の攻撃2000。これが1320。猫娘と鬼太郎でやれちゃいそうだよな、もうこれで。うん、そうだよな。どっちでとどめをさせるか、どっちにとどめをさせるかだけど、無難に来たろうかな、とどめは。どうだろう。
や、猫娘だ。猫娘でとどめだ。理由はちゃんとある。鬼太郎の周りにはね、金運クマデを使ってあげられる人物がいないから。猫娘で行く。防御か。まあいっか。お願いします。944。残り1200。これでいけちゃうよな。もう、うん、いけるいける。で、たとえいけなくても次のターンで倒しちゃえばいい話だから。うん。じゃあ一旦モメンに金運クマデを使ってもらおう。決定。あ、間違えた。あーい。待機しちゃった。待機すんな。待機すんな。しょうがないな。しょうがないのは誰だ。しょうがないな。作戦が狂ったじゃねえか。じゃあ、あれだな。次だな。すいませんね、ほんと。君たちグッタグタだぞ。グッ。まあ逆に削れたから誰でも次のターン倒せるようになったってわけだ。そういうにしよう。じゃあおじいさん悪いな。おとり相変わらず。はい、よし。命拾いしたな。目ん、新人くん狙い。何するんだ。敵も分かってるね、誰を狙えばいいのか。新人くん狙ってきたか。手堅いな。よし、ここで倒す。たまにはでも、お前も花が欲しいよな。余っちゃうしね、どうせ。1040でいけるし、うん、ちょっと一旦モメンに仕事をさせよう。うん、決めた。なので、削ってもらおう。新人削って。あ、でも新人削っても90か。新人削り90か。じゃあかさばけ削って。で、運が良ければ催眠状態になるからな。320。よしよしよし、えらい、いい仕事した。で、塗り壁兄さんに、金運クマデを、あと2個か。まあ、いっか。使ってもらって、美味しいところを、
つも霊力余ってるもんな。お願いします。あげるよ一旦モメンに花を。よし、サンキュー。3600。グガー。あ、待て、クー逃げられてしまったか。うん、よし、そしたら骨女のとこに行こう。怪しいんだよな、でも全然動かないから。オナンが出てきた、オナンが出てきた来た、増援来た。